ファブリックチャンネル始まるよ。こんにちは、ファブリックチャンです。切ります。はい、歩きながら移動をし、記録帳をいただいてください。10位までに。あ、目に後ろ来てるぞ。あとは朝走ったり昼間走ったり夜走ったりしてみると、朝は朝日ですごく気持ちいいし、昼はちょっと暑いんですけども体がすごく動きやすい、走りやすかったり、夜は夏とか星空がすごい綺麗です。いろんな時間帯に走ってもらうのもおすすめです。あと一番続けれるコツは、やりたくないときはやらなくていいと思います、はい、今日はちょっと走りたくないなという日は無理しないで、その次の日とか明後日にしたりして、やりたくないときは無理に自分をやらせようとしないのが一番大事だと思います。毎日少しでも10分ぐらいずつ走ってもらうと、体が不思議と走りたくなる体になってくるんです。頭の中がそういう考え方になってくるので、少しずつ少しずつ続けてもらえればと思います、はい。よく言われるのが、走ろうか迷ってる時に、走らないで後悔するよりも、走ると絶対後悔はしないです。その日たくさん食べちゃったのに走らなかったりすると後悔はしちゃうんですけど、走ると後悔は絶対ないので、走れるときは走ってください。あんまりよくわかりません、何を言ってるかはい、他に何言えばいいかな。あとはそうですね、今の時期は長野は桜がだんだん咲いてきてるので、桜を求めながら走るのもおすすめです。秋は紅葉とか、冬はちょっと長野走れない日が多いです。寒いですし、雪があると危ないので、だからこそ雪とか寒い日はちょっとやめて、晴れた日に思いっきり走ったりします。メリハリをつけてやります。はい、こんな感じでジョギングはぜひ楽しいので、靴さえあればすぐ始められる運動なので、皆さんにもおすすめです。ぜひやってみてください。バイバーイ。本日もハイブリッコチャンネルご覧いただきありがとうございました、ハイブリッコチャンネル登録よろしくお願いします。またハイブリッコちゃんは、Twitter、Facebook、Instagram もやっております。ぜひぜひフォローお願いいたします。バイバーイ。